ないっすよね、ほんと。本当にそう。私は子供いるけどやってない。もうそこまで無理と思って、もう仕事は頑張る、うん、家事は頑張れないっていう。だからいい、それも私もそっち派。だってどっちも無理でしょ。無理無理無理、できる人もいるだろうけどさ。いや本当にねえ、まあ、得意不得意ってあるから。あるあるある、マジで本当にある。あるから、もうそこは無理しないっていう。もう冷凍食品を頼み、本当に弁当冷凍食品、運命に頼る。申し訳ないけどね、おにぎりぐらいは握るみたいな。本当にそう。でもなんかね、その私の下手な卵焼きめちゃくちゃうまいって言ってくれますけどね。わー、いい、めっちゃそういうのいい。見た目なんかいいんだよとか言って。優しいっすよね。優しい。こっちはね、ついつい、うん、人に作ってあげられないわってずっと思ってるんですけど、私も。めっちゃ頭気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。でしょうね。どういう、もうやばい。そんな頭って凝るんだって感じ。いや凝るよ。すごい。ここも痛くないですね。うん。多分、うん、こっちの筋肉凝ってると思う。あ、うん、あ、あ、とか言って。わー、こっちよりもこっちですよね。ですね。さっきよりは全然、ね、角が取れてきたっていうかね。うわぁ。そんなにグッて入れてないんですよ。怖すぎそれも痛かったと思う。絶対やられたくなかったと思う、うん、そうですよね。ルナさんいいですね、なんかこう、うん、なんだろうな、明るいじゃないですか。すごくなんか、うん、なんだろうな、すごそれがすごくいいなと思う。なんか私頑張ってるのにみたいなのが全然ないじゃないですか、うんうん、やりたいからやってますよみたいな、うんうん、それすごいですよね。本当ですか、うん、そこがやっぱり採用されたとこじゃないですかね。どうなんでしょう、本当に。うわ、なんかでも、うん、楽しいんですよね、うん、そう無理してるわけじゃないんですよね、うん、実際そう思って、うん、そう人が本当に好きだし、うん、大好き、ね、うん、すごいいいなそれ。
もうだから緊張しないわけじゃないし、うん、あの疲れることだってもちろんあるけど、うん、し怖いなって思うことだってあるんですけど、うん、なんか多分これ母親の教えなんですけど、うん、まず挨拶は人間の基本だよっていう風な形でずっと言われてきたんですね。でそっからいつしかどのタイミングだったか分かんないんですけど、うん、いつしか挨拶は人間の基本で、はい、その基本をしてくれる人は優しいから、はい、なんかだから世界は私に優しいぞと、私はまず挨拶をすればそれに返してくれる人がいるからみたいな、なんかそういう、うんうん、合ってるか分かんないけど、ね、そうあっていうような感じで生きるようになるほど。だから世界は私に優しい、うん、世界は私に優しいっていっぱい唱えながら生きてるんですけど、あ、うんうん、そうね、そう、あの大事ですもんね、うん、そのなんだろう、あの人を疑うとかも、まあ、なんかないんでしょうけど、その基本的なところすごくその下げて、その挨拶をしてもらうっていうその基礎的なところで、うん、まずそれできたし優しい人じゃんみたいな、うんうんうん、そうそうそう、すごいハードルを下げてね、そっからはまあもう個性だったりとかするから、それちょっと怖い人もいるけど、怖いなってそういう時は思いながら、カノ姉妹もなんか同じようなことを言ってたような、すごい、私もセレブリティーなのかもじゃん。なんかその人に、ね、強い期待をしないとか、めっちゃあります、それ本当にそれ気をつけてます、逆に、うん、押し付けしない、うん、自分の価値観とか、やったことをこれだけやったんだからこれを返せとか、うん、そういうことを考えないようなこと言ってました ね、 ね、違って当たり前だし、うん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 、仕方ないしみたいな、うん、ただ勝手に幸せになってね、勝手に幸せになるからみたいな、あ、そう、なんかある意味ちょっとこう話してるというか、うん、そう、それを冷たいって言ってしまえばもうそこまでだけど、うん、なんかそういうの大事じゃないですか、うん、で特に今働いている場所は本当にいろんな人がいるので、うん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 、それはもう人種も国籍もそうだし、ただその目標として人生幸せになろうねとか、うんうんうん、人豊かにしようねみたいな、うん、そのために私たちっているよねみたいなところだけが一緒っていうか、うん、そこが逆に一緒であれば、うん、やり方は人それぞれあって当たり前だし正解なんてないしみたいなことを上の人が思いっきり言うから、っていう意味ですごくあれなんですよね、うんうんうん、やっぱルナさん必要な人だなと思いますね、うん、明るくするっていうかやっぱこう何ですか、こう世の中人に対してこう悪意を巻くような人も多いじゃないですか、うん、本当に悲しいことに多いですよね、なんかこう否定的にしか取らないとか、もうなんでそんなこと言っちゃうのって言ってます、だからすごい、そういう中でこうルナさんみたいに本当大好き、なんかもう挨拶してくれた優しいっていう風にして捉えて笑顔を振りまくっていうことがすごく救いになる気がするね、ハッピーウイルスに誰かが、まあ、ハッピーウイルスなんで、うん、ねえ、いや、それがいいものです、力抜いてねみたいな、そう、そういう人がいてくれないとギスギスしますから ね、 ね、大事、すごくギスギスしちゃう気持ちはわかるし、うん、私もそんな自分に自信があるタイプでも何でもないから気持ちはよくわかるんだけど、うん、それを言ったところで変わらないし、うん、言うことは悪いことじゃないけど、うん、なんだろうね、それで人のことを攻撃するのは違うから、うんうん、そう、ね、すごい、なんか美容師さんになりますね、さん。いやいや、でも頭現代人すごいやった方がいいと思います、本当。いや、みんな目疲れるし、やっぱりね、精神的にもね、脳に来るようなこと多いからね、本当に。
動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.